2004年に現れた太陽黒点太陽黒点とは太陽表面を観測した時に黒い点のように見える部分のこと単に黒点とも呼ぶ実際には完全な黒ではなくこの部分も光を放っているが周囲よりも弱い光なので黒く見える太陽黒点は約9.5年から12年ほどの周期で増減を繰り返している黒点が暗いのは その温度が約4、摂氏零々度と普通の太陽表面温度に比べて低いためである。発生原因は太陽の磁場であると考えられている。黒点は太陽の時点とともに東から西へ移動する。大きな黒点群の中には太陽の裏側を回って再び地球から見える側に出てきても消えていない1ヶ月ほど存在する寿命の長いものがある。 黒点の中の特に暗い部分を暗部、暗部を取り巻く、やや明るい部分を半暗部と呼ぶ。また、黒点はしばしば複数個が集まった状態で現れることが多く、このような黒点の集まりは黒点群と呼ばれる。黒点群は黒点の集まりのことを指すが、黒点が一つしか見えない時でも黒点群と呼ぶ。黒点群はその形態によって分類がなされている。 大きく分けると、双極性国天軍と、単極性国天軍があり、双極性国天軍は、国天が東西に広がっていて、軍の東側と西側に比較的大きな国天がある、ものである。この形態は、多くの国天軍に見られる。単極性国天軍は、局が一つしかない国天軍で、双極性国天軍の片方の局が消失したもので、ある。 黒点の多くが先行黒点と後行黒点と呼ばれる二つの黒点が東西方向に並んで現れ黒点帯と呼ばれる。黒点は数の少ない黒点極小期に南北の緯度30度付近に現れ次第に数を増しながらやがて黒点極大期には緯度15度付近に多数出現する。黒点が多く出現する北緯40度から南緯40度までを 国天体と呼ぶ。国天群の細かい分け方には中立非天文台の分類があり、東西の広がりなどにより A 型、B 型、J 型などと9種類に分けられている。このような分類は国天群の活動度を調べる上で重要である。太陽国天の400年間の歴史。国天の数をウォルフ国天相対数の値で集計したもの。 1790年から1820年はダルトン極小期1645年から1715年はマウンダー極小期1843年にドイツの天文学者ハイン・リッヒ・シュワーベが初めて黒点の数がおおよそ10年周期で増減を繰り返していることを発見したこの増減は太陽活動と密接な関係がある1755年から始まる 活動の山をサイクル1として2011年現在はサイクル24に入ったところである。黒点は太陽磁場によって生み出されていると考えられている。太陽の回転に伴って太陽内部には数十億アンペアの電流が発生している。これによって位置が薄程度の強力な磁力線が南北方向に発生する。太陽の回転は32日で一周する。 高緯度地帯より27日で一周する低緯度地帯の方が早く赤道部の動きに引きずられて南北方向の磁力線も東西赤道部に巻きつくようにずれていく緯度によって異なる回転から生じたずれは半年後には赤道部で一周し3年後には磁力線も6周ほど巻きつくこうして何年もの間に東西赤道部を中心に引き伸ばされ狭い範囲に 平行して走り密度を増した磁力線は互いに反発し合い、部分的に高級面から浮き上がり、コリオリの力を受けてねじられる。黒点の磁場は数千ガウスにもなる。東西方向に並んで現れる黒点体は太陽磁場が高級面から飛び出た後で戻ってゆく、経路に発生していると考えられている。強い磁力線によって、 プラズマガスの対流が妨げられるため表面温度が下がると考えられている。地球の電離層は太陽黒点の数に影響を受ける。単波帯以下の電波電波は電離層の影響を大きく受けるため無線の通信状態も大きく影響を受ける。独立行政法人情報通信研究機構宇宙天気情報センターでは観測された黒点数を指数として発表している。 通常の機材で撮られた写真だが、夕日の中央に肉眼黒点が確認できる。古代の中国では太陽にカラスが住んでいるとした。これは肉眼黒点と呼ばれる肉眼で見ることができる面積数千キロメートルの太陽表面の黒点を観察したものと思われる。肉眼黒点は日食や日没など太陽光が原稿された際に稀に見られる現象であり、 大きな黒点であれば肉眼で観測できる。この黒点が観測するたびに移動していることからカラスなどの動物が住んでいると思われていた。なお、この太陽に住むカラスの話は日本のヤダガラス伝説のもとにもなっている。景気循環論の一つに景気循環と太陽黒点周期の関連を主張する太陽黒点説がある。著名な太陽黒点説論者としては ウィリアム・スタンレイ・ジェボンズや島中雄二がいる。ジェボンズによれば、太陽黒点面積の増減は10年から11年ほどの周期があり、穀物価格の陶器下落にもほぼ同様の周期があり、強硬の発生にもまた同様の周期があるという。この説は必ずしもジェボンズの創始に関わるものではなく、すでにウィリアム・ハーシェルがこの説を提唱し、 リチャード・キャリントンがこれを創述したが、十分な論証を与えることができず、ジェボンズによって実証的説明が与えられ、後にその子、ハーバート・スタンリー・ジェボンズによって修正が施された。近年、地震活動と太陽国点周期の関係を指摘する研究発表も一部で行われているが、両活動における比較期間などの精度が十分でなく、また太陽活動による影響は、 地球の磁気圏により大部分が遮られ地球内部まで到達しているとは考えにくいため疑問視する声も出ている。ありがとうございます。